ガト生態の平野です。世界でただ一つの生態をやっています。まあ、ただ一つというからにはですね、まあ、他でやってないところ、そして、まあ、いろんな生態とかね、こういろんな治療をこう受けてきたけどもという人たちが来た時にですね、やっぱりここ治ってないよねっていうところが、まあ、いくつかある、まあ、それを、まあ、調整できる生態、世界でただ一つという、まあ、理由なんですけども、座骨ですね、まあ、座る骨といって、この座骨の問題が、ある人が、まあ、非常に多くなってきています。まあ、これは脳からの指令の問題だと思うんですけども、例えば左の座骨が、しっかり効いているけども右の座骨は何かこう効いてないような状態、潰れていっちゃう、そしてこっちは効いているのにしっかりストッパーが効く、右は潰れていってしまう、こういう座骨の人非常に多いと思います。自分でもこの、まあ、ちょっと硬い椅子にですねしっかり座ってもらって、座骨に乗せてもらった時にその差があることに気づくのではないかなと思うんですけども、もう本当にこの部分、本当に有名な治療院に、とかいろんな本当に全国各地の治療院に行ったけど、っていうふうに来られた方もそこは実は調整されてないんですね。ということはですね、この問題というのはそれがあると座るために必ず骨盤がねじれます。座るためです。で直さない限り一生このまま行ってしまいます。で、まあ、骨盤調整をしてもらいました、ね、いろんな調整をしてもらいましたと言ってもそこは治ってないとしたら、まあ、これ本当に、一番、まあ、座った時の、まあ、基準であるので、そこをしっかり直すということが、まあ、私は非常に大事な部分だと思っています。そこが、まあ、他の生態とはね、明らかに違う部分、そんな、まあ、自信のある部分なんですけども、それも、調整は多分10秒とか15秒ぐらいで、直せてしまうので、そこで1回直して、ずっと死ぬまで、まあ、ちょっと死ぬまでかどうかわからないんだけども、またアクシデントがあった時にそうなるかもしれないんだけども、長い間またしっかり座れる、でも直さないと毎回毎回ねじって、内臓も ねじって、背骨もねじって、首もねじって、頭もねじって、脳もねじってしまう、そういう生活をずっと続けるか、この座骨をしっかり直しておく方がいいのか、まあ、これは全然違うと思うので、そこは絶対にね、譲れない、ところです。